せえな今日は鮭弁ですよ。あったかいうちに召し上がってくださいね。はい。あ、それとこれ、隣町のデイサービスが見学会やるみたいですよ。うわ、見学者はランチ無料ですって。私が行きたいくらいだわ。それじゃあまた明日。飯食えるのか。全国のジジイとババアよ、諦めるのはまだ早い。友のピンチに76歳の年寄りがゲートボール大会で優勝を目指す。ゲートボール桜組、行くぞ。うわ、 you make me... お前らの勝ちはもうないわ。おお、どっちも頑張れ。人生には遅すぎることなんて一つもない。行け、 それ行け、ゲートボール桜組。